ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダーフトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、映画、ウルフズのレビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今北さんよ。イケメソたちのサスペンスコメディ、メインシナリオは、イケオジのジョージ・クルーニー、イケメソのブラッド・ピット、二人のイケメソを配置しており、この映画は、イケメソをたしなみたいという女性向けに、どっちかは当たるだろうというアイマスシステムを採用しており、ご意思、アイマスシステムというのは、アイドルマスターっていうたくさんの種類の女性グループが出てるゲームで、下手な鉄砲も数打ち当たるっていう、マーケティング戦略のことを言うことにしたのぜ。で、この映画のシナリオはクライムサスペンスバディムービー、それとコメディって感じのノリの映画でシナリオは男の子向け。クライムサスペンスはデカとか探偵とか、殺し屋とかが出てくる犯罪映画。バディムービーは、主に二人の相棒が事件を解決するという感じで、シャーロック・ホームズとか、ラッシュアワーとかそんな感じなのぜ。で、この映画はシナリオはがっつりカツカレーって、感じの男の子向けに作ってあるんだけど、役者が女性にも男性にも人気の高い役者を使ってて、カツカレーをあまりたしなまない女性も、目の保養として楽しめる映画になっててごいすー。というのは、映画の鉄則で、大ヒット映画作りたいなら必ず、デート、ファミリー、ムービーにしろ、っていう鉄則があって、これは、年一回、映画を見る層は、ほぼデート、ファミリー映画しか見ない、年一回、映画を見る層を攻略しないと、大ヒットには繋がらないからなのぜ。そうそう。で、この映画は、初めてのおデートとかに、男が、恋愛映画、とか、女が、ゾンビ映画、ってならない。これなら見てもいいかなって感じの、どっちに対しても、まあ、これならいいかなって思える、無難な作りにしてありマーケット戦略がよくできている。この映画見てて、こんな戦略あったのか、って感心したのぜ。そんな感じで老若男女、誰にでもおすすめできる無難な映画に仕上がっている部分が、ご意思だしおすすめ。うちらが薄皮だった頃に、リーサルウェポン4を見て、映画ってくっそ面白いなって思ったりしてて、映画オタク量産上層教育の、初めの一本におすすめの映画だと思ったのぜ。なんだっけ？甘ったるい名前の、ワッフル刑事だっけ？スターズですなのぜ。では、ここからはシナリオ、あらすじ解説になります。シナリオはあるホテルで、地位の高い熟女にちょっとした災難が降りかかる。こいつは困った。このままじゃ私の地位が地に落ちちゃう。となってしまった熟女は、とある知り合いから教えてもらった町の掃除屋さん、イミシン、にワンチャン連絡をかけてみる。結果、都市伝説は本当であり、町のお掃除屋さん、が地位の高い熟女に降りかかった。問題をお掃除、してくれることとなる、というのがシナリオの導入ね。おお、面白そうなのぜ。いやね、この映画2020年代の、金をかけたハリウッド映画なので、とにかく無駄がない、導入でしっかりクライマックスぽいところから始まるし、シナリオで余計なことを挟まないから、1秒に対する情報量が過不足なく入ってるから、つまんないな、間延びしてんな、ってなりにくいように作ってあるわけ。上積みのハリウッド映画の中の人たちって、ちゃんと2020年を生きる、古来性のない人間のことをよくわかっているから、シナリオを引っ張ったり、モラトリアムさせたり、といった無駄なことをさせないのぜ。ここがうちら古来性のない、おまんじゅうたちにも最適化されてて、コンテンツを見ててしんどくないのでモルトベーネです。で、町のお掃除屋さんこと、ジョージ・クルーニーが、んじゃ、お掃除は地面べってなろうとしたら、もう一人の町のお掃除屋さん、ブラッド・ピットがなぜかご登場。どうやら、そのホテルのオーナーが、せっかく投資をして作った、新興ホテルでケチがつくと困るということで、自分のところの子飼いのお掃除屋さん、ブラッド・ピットを派遣したらしい。思わぬ形でダブルブッキングの、浮き目にあってしまった二人。この二人は、共に一匹狼、他人を信用しない、仕事にこだわりと誇りを持つ職人、という昔かたぎな性格設定であり、お互いに、お前が抜けろ、それが嫌なら俺が抜ける、といった具合、なんやかんやって折衷案として、今回だけは二人で妥協してなんとかしろ、ということに落ち着き、この二人の長い夜が始まる、というシナリオだね。え、どっちなのぜ？ブラッド・ピット×ジョージ・クルーニーなのぜ？ジョージ・クルーニー×ブラッド・ピットなのぜ？ん？何のことかな？私、気になりますのぜ。とまあここまでが導入で、性格と職種が似ているこの二人が、同族嫌悪によって、いやいやながら、
1日だけお試しで2人でお掃除屋さんを始めるってわけ。で、この映画の面白いな、センスあるなって思える部分は、シナリオというかキャラクター同士の掛け合いで、アンチャーテッドや、ギアーズ・オブ・ウォーって、ゲームって、キャラクター同士の掛け合いがすっごく面白いゲームなわけ。キャラクター同士が軽口を叩き合う感じが、すごく心地よくて、ついついそのゲームの世界観に没入しちゃうんだけど、この映画はそれを取り入れてて、ブラッド・ピットとジョージ・クルーニーの、掛け合いがとても一途に飛んでて面白いから、しなきゃならない説明シーンだったり、間延びするなって思えるシーンでも、間延びせずに見てられるわけ。例えばこのシーンとかで、お前流のやり方があるならさっさとやれよ、ってシーンで、できない、企業秘密だ、だってお前俺のやり方見たら絶対パクるだろ、ってシーンがあって、本当に些細なことなんだけど、たった一言こういう一途に飛んだセリフを入れるだけで、キャラクターに奥行きが出るわけ。これって割と大事で、しかも昨今はガチで難しいんだけど、キャラクターの背景みたいなのって、ぶっちゃけ必要というか、作らないとどう動かしていいか、わからなくなるからまあ必要なんだけど、エンタメがアホほどあって、古来性のないうちらおまんじゅうみたいなのが量産されている。2020年においては、キャラクターの背景を語る回想シーンとかって、つまんねえな、って思わせる無駄要素だから、極力減らした方がいいというかない方がいい。だけど、それを入れないと、視聴者さんが置いてけぼりになって、ナローケイクオリティまで品質が下がっちゃうから、ジレンマなのぜ。なので、この映画でも、このバーで二人で酒を飲むシーンが、回想シーンみたいなもんで、つまらないシーンなんだけど、この映画はちゃんと、2、3分でつまらないシーンを終わらせているんだよね。この辺は、この監督が、以前に作った中学生スパイダーマン、で、主人公がスパイダーマン、になるシーンをたった一言、噛まれた、って言わせて終わらせてて、この監督センスあるなって思ったのぜ。それとこの映画本当にいいなって思うことがあって、それは、ホモ映画のしているところ。え？ホモ映画のしているところ。大事なことなので二回言ったのぜ。ホモ映画のしてまあ、ホモ映画というのはさておき、この映画って、ここからネタバレ？なのぜ。この映画ってありがちな、ヒロインみたいなのが出てこなくて、メインはずっとブラッドとジョージの二人なわけ。このおかげで全体の制作費を圧縮できるし、何よりも多分だけど、昨今のハリウッドの悪しき病が発動して、もしもこの映画にヒロインを入れるみたいになったら、多分黒人のヒロインが、入ってくるんじゃないかな？って思うわけ。誤解ないように言っておくと、うちらは特定の人種が嫌いなわけじゃなくて、この映画は白人がメインヒーローだから、メインヒロインがいるなら、黒人が自動的に選ばれるっていう、2020年のハリウッドクソシステムの話をしているのぜ。そうそう。で、この映画って、そういったハリウッドクソシステムの影響を突っ放ねて作られてあって、これが2000年代の、ハリウッド映画ではデファクトスタンダードだったんだけど、この2000年のハリウッド映画のデファクトなことを、頑張ってできるように作ってある部分が、ガチで共感するというか、圧力によって眠れぬ夜もあっただろう。って感じ。だから映画を見ててノイズなく、違和感なく、映画を楽しむってことだけに没頭できるのぜ。過剰な公平や忖度は、害にしかならないっていう悪しき慣習ですね。別になんでもいいんだけど、もともと黒人の人形って、イメージのキャラクターに白人が出てくると、あれ？って思ったりするわけ。このあれっていうのはノイズであり、最後にそれがオチになるような伏線でもない限り、視聴者さんに伝える必要のない情報、ノイズでしかないのぜ。まあ全部の映画でそういうわけじゃないんだけど、とりわけ2020年のディズニー映画とかって、そんな感じを往々に受けるから、見るのがしんどいんだよね。で、話はこの映画に戻るけど、ネタバレしない程度に話すと、この映画って、元奥さんが出てきたりとか、元恋人が出てきたりしないわけ。本当にただただ、この街の掃除屋さん二人が体験した長い夜のシナリオであって、クライムサスペンスにはもう不必要な、ワーキャー騒いだり、場をかき乱すだけの、理不尽キャラ、賑やかし屋の女が出てこないから、映画好きがイラッとしないわけ。まあ2020年に、そういった昔の映画とかを見ると、懐かしい気持ちになるから、昔はそれでよかったと思うのぜ。まあそんな感じで、無駄を省いてあるし、キャラクターが不必要なこと、不自然なことをしないし、不必要な演出も出てこない、極めてミニマルな作品だし、ガチでストーリーラインと、シナリオがよくできているなって感じなのぜ。それと、舞台背景というか、ライティングが本当に綺麗で、かなり、サイバーパンク風に寄せてるというか、ネオンカラーがめちゃ綺麗な背景に仕上がってて、映像からこだわりが見えるし、とにかくめちゃ背景が美しいのも評価ポイントです。じゃ、この映画の評価をします。この映画は、星5つ中、星4。普通に面白いし、
暇つぶしに最適。寝る前に見ちゃうと最後まで見入っちゃうから、寝る前に見る映画としては、おすすめできないくらい面白い。おお、高い評価なのぜ。あくまでうちらおまんじゅうの独断と偏見だけどね。本当に面白いし、初めてのおデートに使うなら、この映画が無難でおすすめだと思います。消費するコンテンツとして、非常に高水準にできているのぜ。あ、それとネタバレになると思う気が、するのでここで書きますが、考察で、このシーンで、最後二人がどうなったの？っていう部分なんですが、このシーンのここで、ブラッドが看板の目を、打ち抜いているシーンがあるんだけど、これって、レティクルを合わせているって意図と、この二人は銃の名手だって意図の二つがあって、この後この二人は、ピンチを難なくワンショットワンキルで終わらせるわけ。だから、最後のこのうちで終わらせても、この二人なら大丈夫だろう。だってこいつらクソ強いもんって、安心感が視聴者さんにはあるから、綺麗に終わったって気になるんだよね。あとはこのシーンで、ブラッドが全力で走れないってシーンも、ちゃんとモラトリアムシーンで解説してた。爆弾の破片で腹に大怪我を負ったって、伏線を回収しててプラスいいよ来いよ8点点。あとは、最後に、この二人がこのバカを、殺すか殺さないかって葛藤があるんだけど、これももう、味付けがお上手だから、このバカさっさと殺せよ、役目でしょ。ってならない感じが、マジでこのシナリオボイスだなって思ってて、この二人のお掃除屋さんは、この手のお人よしのバカと関わるのは無縁なのぜ。だからたまたまお人よしのバカに、初めてインカウントしちゃって、んで、似た者同士だから、一人が仇は殺せないって思ったら、もう一人もそういう結論に帰結するよなって感じと、あとは、このキッド役の、男の演技がお上手で、本当にお上手にお人よしのバカを演じてるわけ。だから、見ててこいつは、ガンガン生存フラグを立てていくから最終的に生き延びたのぜ。あと、このキッドのお父さんが、スピンシティに出てきたリチャード・カインドって役者で、お、スピンシティの人やん、ってなってよかったです。コナミカン。まあそんな感じでくっそ面白いので、超絶おすすめです。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。